カエルの髪型見物。昔、春先のポカポカと暖かい日に、土の中からモコモコっとカエルが出てきました。ようやく春が来た。そうだ、これからお伊勢参りに行こう。ついでに髪型見物もしてこよう。カエルはびっくらもっくら、びっくらもっくら石ころ道を歩きました。疲れたら、今日はこっちの家の縁の下で、次の日はあっちの家の縁の下で休み、一生懸命歩きました。ところが、あいたたたた、こりゃ困ったな。ずっと四つん這いで歩いてきたものだから、お腹がこすれてしまった。これではもう歩けない。そうだ、人間は2本の足で立って歩くんだもの。俺も2本足で立って歩けばいいんだ。これなら遠くまでよく見える。カエルはそう思いながら歩き出しました。そして行くが行くが行くと、なんだか見たことのあるところだぞと思いながら、行けば行くほどますます見たことのある眺めになってきました。はてな、髪型は人が大勢いる賑やかなところだと聞いていたが、俺の住んでいるところにそっくりではないか。カエルはいつの間にか自分が住んでいる小川のほとりに戻っていました。カエルは立つと目が後ろ向きになるので、後ろへ後ろへと歩いてしまったのだ、というお話。